開口状態の SCP-975-1。記録画像における色相変化及び歪みの原因は現時点では依然として不明である。アイテム番号 SCP-975。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-975 は現地に封じ込められています。SCP-975-1 を内包しているトンネルの50メートル区間は厚さ3センチメートルのチタン合金板で密に覆われており、当エリアに唯一接近可能なエアロックには常時最低でも2名の武装した警備員が置かれることとなっています。当封じ込めエリアは都市探検家の目を防ぐために、主要なトンネル網からもさらに隠され、現在はサイト、の地下シャフトを介してのみ接近可能です。SCP-975-2 に対し会話を試みる際は必ず、オフアイブ司令の承認を得た後にサイト司令の監督下で行い、また上記司令者は任意の時点で会話を中途で終了させることが許されます。SCP-975-2 が封じ込めエリアから逃げようとする行動は全て必ず阻止してください。説明 SCP-975-1 は直径約 1.2 メートルの異常性のある開口部であり、編集済み、地下鉄の少なくとも40年間は使われていなかった放棄区画に位置しています。この開口部は有機物で縁取りまたは構成されていると見られ、開いている間のこちら側の口は明らかにそれとわかるにもかかわらず、穴の内部から向こう側を見渡すことはできません。定期的に、SCP-975-1 は開くとともに SCP-975-2 に指定されるものを一体排出します。これらのものたちは表面上はカエルに似ていますが、陸生動物にあるべき特徴がない事実からも、決して普通の両生類ではありません。SCP-975-2 は高い知能を持ち、たった6ヶ月間で英語による会話技能を獲得しました。SCP-975-2 は現在33体が収容されています。SCP-975 は、年、月日。編集済み、にいたホームレスの男性が地下鉄の、編集済み、トンネル内で、喋るエイリアンガエル。を見たと叫び声を上げ警察に逮捕されたという報告から発見されました。必要に応じて記憶処置が認められ、SCP-975 はその後間もなく封じ込められました。ホイ975-1、年月、日に SCP-975-2-3 へ試みた会話からの転写。博士何のためにここへ来たんだ ?SCP-975-2-3 逃げた。博士どういう意味だい ?SCP-975-2-3 危険からとても長く逃げた。博士何から逃げているんだ ?SCP-975-2-3 とても遠くへ逃げた。危険からの安全を求めて、住処を求めて、博士どうやってここにたどり着いたんだ ?SCP-975-2-3 扉が連れてきた?とても遠くへ連れてきた?しつこく、住処を求めて。博士扉は両側へ通じるのか ?SCP-975-2-3、興奮して、やりたくない。たくさんの危険がとてもすぐにある。博士我々は先へ進めるが、その前により多くの情報を求めているんだ。向こう側について何か話せることはないか ?SCP-975-2-3、興奮して、何もやりたくない。転写部分用。SCP-975-2-3 はこれ以上の質問には回答を拒んだ。ホイ975-2事件975-1。年月日、膨大な放射線照射が SCP-975 の封じ込めエリア内で検出され、これによりエリア内の広範囲において電力が低下したことから収容違反警報が発せられた。武力対応職員により直ちに行われた調査の後、SCP-975-2 のうちの一体が行方不明であることが報告され、残された各個体は極めて興奮した状態だった。この出来事が起きてから SCP-975-2 は大変攻撃的となって複数回にわたり封じ込めから逃れようと試みており、危険がやってきた、という発言と、
このエリアが、今は安全でない、という発言が報告されている。ホイ975-3年月日、研究員復帰。SCP-975-1 から検出可能な変化は示されていないのだが、SCP-975-2 の新個体がもう、週間以上も現れていない。この時までも、SCP-975-2 は、安全をもう一度、となったきり質問には回答を拒んでおり、収容から脱出しようとし続けている、